乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には帝国より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番魔航路だ。駅からは市街地の裏道を抜けている。魔航路内に入っちまえばあとは1番と同じ。魔航だまりを目指す。派手にドカンとかましてやるぜ。 JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ、より早く広まってる。固まってると目立つか。お前らはここにいる、ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。はあ、すぐ戻る。ありがとう。擁護するのか。いい迷惑だ、アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。へえ、なんだ、文句あるか。文句だと？んなもん。特にない。ふっ。はっ、小物め。あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 チャンだ。文句はないんだろ。ティファーはそっちじゃねえだろ。スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。
任せる。車両のシステムを起動。3分後、この車両は確認されます。とにかく前の車両に。立ち止まんじゃねえ。助け。助けを逃げ。助かりてえならとっとと行け。はい。クラウド。車両の副システムを起動中。まもなくこの車両は確認されます。急げよ。そこならきっと安全だから。私は新羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 所持者3名の隔離を確認。相当フェーズに移行します。ソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。先に行くぜ、行くぜ、行くぜ。ああ！ティファ。行けるか。大丈夫。いらん。終わりだ。そこだ。そこ。行くよ。きっとバレットだよ。ありがとね。さっき飛び降りるとき。平気だ。軽かった。もう何それ。ガッハ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 。愉快痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ。しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ。了解しました。
ぜクラゲどもが、その足一本一本吹っ飛ばしてやろうか。向こうに行けるはず。こりゃ、え、押されてる。急ぐぞ。ここからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔航路を目指すルートだ。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。 E まで。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番魔航路線だね。まずは線路沿いに魔航路方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。魔航路近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。いけるぜ、いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。な、部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。目印はシンラの犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に5番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。立ち！
められないから。じゃあこちらだ。切る。じゃあね。ここまで。マコロは青信号の先だぜ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。落ち着いていけ。よし、やっちゃおう。逃さない。止めた。よろしくね。下がっていこう。私に任せて。そっちか。よっ、クライナー。はぁ、集中砲火だ。覚悟しな。悪くない。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。魔法の影響でヤバいことになってる。魔法のせい？ああ、シンラのせいだ。あ？あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。じゃあこっち来いよ。考えておこう。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。あんたの出番はない。いや、こりゃあありがてえな。そっちは任せる。待ってました。さあ行くよ。えっ、おらおら、一丁上がりってな。また昆虫パークでも作る気かよ。おらおら、いや、大きい。どうよ、そのままへばってな。派手に散らすぜ。頑張るぜ。当てる。じゃあ続いて行くよ。じゃあね。まるまる太らせやがって。どんだけ放置してやがんだ。気持ち悪かった。あのままじゃ下手すりゃ列車が事故るぞ。駆除しないのかな。事故れば駆除すんだろう。順番がおかしいよね。こっちは通れねえ。他探すぞ。
犬発見。鼻の向き確認しろ。上手に描けてるね。ああ、いけすかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は虫以下だな。ったく、なんで俺たちがこんなこと。どうせまたすぐ湧いてくる。適当に終わらせて帰るぞ。仕上げだ。入ってきた。うん、作戦会議だ。場所の確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。あ、イーク核にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガほら、また神羅の犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを忠犬だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。ちっ、おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。頼んだぞ。けっ、うん、けっ、そこ、うん、
そこのゲートは通れねえ。階段から行くぞ。もうすぐ隠し通路か。プラン B、なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビッグスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進もう。どういう意味だそれ。中堅スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。これか。ん？離れろ。見るだ。行こう。うん。な、こっちだ。ふん、煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？
貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常地の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハッハ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。せめえ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。